ポーランド空軍の紋章ポーランド空軍は、ポーランド軍の空軍組織。空軍司令部は、ワルシャワに位置する。2005年10月1日現在で、職業軍人15,543人、人気制2711人、人気延長者1,013人、招集兵1万3 7 2人。なお、ポーランドではこの他に、陸軍航空隊が、 未 -24 のような地上部隊支援用のヘリコプターの運用を海軍航空隊が未 -14 のような海上ヘリコプターの運用を行っている。ポーランド空軍は航空軍、防空軍、電波技術軍の3主要構成要素からなる。ポーランド空軍の展示飛行チーム航空軍。2個戦術航空旅団は9個戦術航空飛行隊からなり、 ミック -29、ス -22 を装備する。防空軍、電波技術軍。国産練習機、PZL-130、オルリクイタリアフランス製輸、SO、送機 C-2952012 年4月1日現在の状態。ミック -21 の大役に伴い数量ともに、主力戦闘機となったミック -29 に関しては、 近年かつてスマイナス 22M4UB3K を増強したように、ドイツ空軍よりミックマイナス -29GGT の購入を行い増強を図っている。これら旧東側製の機体はすべて、NATO 規格に合わせた標準化を行っており、今後とも維持していく方針である。また、これに加えて、アメリカ合衆国より F-16 戦闘機の購入を行い、 より一層の NATO 標準化を目指している。F-16 は2006年から導入が開始された。輸送機ではこれに先立ちて C-295 のような西側製の機体を導入している。また、これまでに引き続き国産機の開発も行っていく方針である。ありがとうございます。